昨日午後、関東地方は各地で激しい雷雨となりました。栃木県佐野市では解体工事中のビルの足場が倒れて隣の住宅に直撃しました。昨日午後3時過ぎ、佐野市でビルの足場が崩れたと近くに住む男性から119番通報がありました。警察などによりますと、解体工事中のビルに組まれていた足場が隣の住宅に覆いかぶさるように倒れました。住宅の中に人はいましたが、怪我はしていないということです。どかーんってすごい音がして、本当に聞いたことない音。最初雨風が強かったので、どこかに雷が落ちたんかなと思ったんですよ。倒れた足場は高さが20から30メートルで、栃木県では当時、突風への警戒を呼びかける竜巻注意情報が出ていました。